What's up, 石森です。ということで、参りましょう。ブンブンバックダンスプラクティスフォーメーション研究編。ということで、参りましょう、えー。今回初めての試みなんですけども、ちょっとね、ブンブンバック好きすぎて、フォーメーションにまでちょっと言及してみましょうという、まあそういうお話ですね。立ち位置の世界、皆さんとね、楽しんでいけたらなぁと思ってます。コツコツと、モ o s i m っていうね、フォーメーション作成アプリがあるんですけど、 それを使ってですねこんなのを作ってみました各メンバーを象徴する絵文字があるということでそれを当てはめてみてという感じでですね画面の下の方がカメラカメラがいる側みたいな感じになってます一周見てみましょうかレッツゴーこういう感じですねそうそうそう,そうこうやって回って龍平さん出てきて 君が出てきてちょっと、えー、こっち左の上手ってるうんですけどね左の方行ってそしたら、えー、2人がはけてる間に5人でパフォーマンスするとはいでジュノンさんが出てきて2人で、えー、シュントさんと2人でやった後にこのウェーブみたいな感じを。 えー、シュントさんが真ん中を担ってそしたらいつの間にかそ太さんが真ん中で囲まれているような状態ですねで右手って左手ってこのまま進んでいくとでサビがこのまま進んで前の2人が開いたかと思ったら、えー、後ろの5人がぐるっと回っていつの間にか竜兵さんが真ん中にいるとでその後 とさんと左の方に行ってい,いよっとクロスしたところで残りの人たちが右から出てくるって感じですね段差側の方向で言っちゃってますね。で涼樹さんが真ん中でパフォーマンスしたあ、ま、と真奈さんが真ん中で歌いつつ。 まあね歌割りもねこの立ち位置にかかってきますからそしたらいつの間にかまた蒼太さんが真ん中にいるというサビのサビは蒼太に任せろ敵作戦ですねこれはねはーいまあ蒼太さんがある程度やった上でこのなとさんが斜めに出てきて最後レオさんが締めるみたいな感じですねそしたら でいつの間にかまなさんが後ろにいて後ろから前に出てくると。そしたらまたすっとシュントさんが出てきてこの、えー、ピラミッドみたいな形で前に出てきた上でもう一回ジュノンさん。そしたらまたあのサビは相田に任せろ作戦ですね。はーい。相田ならやってくれるだろうというまあこのなんですかね、えー、絶対な。 絶対的な信頼がありますね、これはねはい。そうお、もうこれは今回は最後ね行き切りましたねソウトさんが行ってりょうきさん、えー、まあ、ぐるっと回って、えー、まだソウトさん真ん中いますもうちょっと崩れて龍平さんが真ん中という感じで終わるっていうのがおおよそのフォーメーションの 流れなんですけど、これちょっとね、ゆっくり見ていきましょうね。ちょっとずつ止めていけたらと思います。ちょっと面白いでしょう。この立ち位置っていうね、世界は皆さんの視線誘導とかですね。なぜこの人がそのタイミングでこの位置にいるのか、みたいなのが、ちょっとずつね、理由があったりとかして、えー、意図が見えてくる。これがね、僕らダンサーのね、深い楽しみでもあるんですよね。まずですね、その最初の人形、 これまずソータさんから始まるんですよね。これ面白いですよね。この立ち位置に意図があるのかなっていうところではあるんですけど、これはですね、多分次の展開への流れを組んだものじゃないかなと思うんですよね。真ん中にいるソータさんっていうのは多分ここからどのポジションにでもスッと行けるような、まあ、真ん中っていうポジションなんで、こっから回るんですよね。 そう後ろに行ってですねここから回るんですよ回ってうんとはいこう回った先でですねまあ、横移動すればこの位置につけるっていう状態にいるわけなんですねこね回って最初壮太さんが真ん中にいるからのこう輪っかの一部となりそこから回るんですねこれはあのー このぐるっと銃弾をこう回す、えー、ような感じで僕らはリボルバーって呼んでるような手法なんですけどこうやってリボルバー式にこう回っていくわけですね。で回って竜兵さんが「いよう」とアピールしてる間にですねこっからスッと入れるっていうポジションにいるということではいこっから逆算して最初の位置があったんですよね、はい。なんで、 蒼太さんはまあどこにでも行ける位置に五つつ蒼太さんが後ろに入って回ってそしたら龍平さんがトップに来るあたりで横に行けばこの立ち位置になれるよっていう位置を狙ってたわけですね面白いねで真奈トさんが真ん中にいるっていうのも逆算されてますはいはいそうこうきてレオさんが出てくるんだよね ギュンって出てくる感じやっぱ後ろに多分レオさんがいてくれた方がこれはいいんですよこのすれ違う感じこれがですねあのマナトさんがこ右にずれるとかだとねこの奥から出た感は出ないわけですよねスーッとこの交代したぜとバトンタッチだぜみたいな感じでレオさんが出てくるのがいいですよねはいそうそうそう で、レオさんがですね、ああレオさんが視線誘導してる間にですね、後ろでは人気を組んでですね、シュ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 と、そうそうそう。もきますよ。シュ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 っていう風にいくわけです。このレオさんが視線誘導、レオさんの方を見てる間は、そんな綺麗な移動じゃなくてもいいので、なんで、漁きさんとかはね、 ズバズバッと真ん中から僕らから見ると左奥の方にすすすって進めちゃうわけですよね。レオさんがいてその後ろに6人がこう陣形を組んでるっていう状況です。はい。そう。で、こっからですね、ジャンプして出てくるんですよね。シュントさんが、シュントさんとソウタさんが入れ替わるわけ。わざわざですね、レオさんが あの前にいててくれてです、ね、こう多分ントさんもうこの蒼太さんの左上のこの位置にいけるはずなんですけどこの蒼太さんが前に出てくる感を出すためにントさんを蒼太、えー、さんの前に出してるっていう、まあ、そういうテクニックな気がします。ギュンとね、でその間にですね 意外とこのソー太さんが存在感をガーンと出してる間にジロンさんがスルスルスルっと横にだ出てくるわけですね。で5人の、えー、展開が出てくるとはいその流れでいきますよそしたらこのソー太さんがさらに、えー、よいしょよいしょみたいなことをしてる間に。 真、えー、ナトさんと竜兵さんもですねスススッとこっち上手っていうんですよね踊ってる側からすると左の方を上手って言うんです僕ら見てる側からすると右の方を上手って言うんですけど上手から4人がスーッと歩いてくるわけそうよく見るとですねレオさん後ろ向きで歩いてきてるっていうね面白い構図なんですけどそうそうそうでその間になんですけど面白いですよね その間にシュントさん颯太さん良樹さんはですねぐるっとさらにリボルバーぐるっと回転しながら迎え撃つって感じですねそうこの3人ひあの僕らが見て左から左の3人はぐるっと回りながらこの4人を迎え撃ってですねはいでそこでジュロンさんとシュントさんが交差してこのチャンバラみたいなことをしらすと。 そ,うそ,うそ,うそしたらスッと、えー、マナトさんと竜兵さんが前に出てくるわけそう多分このチャンバラみたいなのをした上でそこをこうスッと追い越すことでシーンの切り替わりを図ってるんだと思いますはいスッとはいでシュンとさんが真ん中でこのウェーブみたいなで。 整えてていってここからシュッとこれね3つのグループに分かれていて竜兵さん俊斗さん颯太さんがリボルバーで移動,移動するとぐるっとねで涼樹、えー、さんとジュロンさんが後ろで交差するっていうタイプこのグループこのペアねでレオさんとマナトさんが ちょっと後ろに下がるっていうグループはいこれ3つのグループで構成されていますそうそうそう意外とねここの3つのグループに分かれてるのが一瞬だと分かんないですよねそうそうそうはいってことでこれもソー太さんを真ん中に持ってくるための一つの手ですよねどうするとどう移動するっていうことで結局こうなったんじゃないかなとは思ってますはい、まあ、その後の展開も加味してのこのフォーメーションだと思うんですけど はい、颯太さんがやってイーサイトウエーサイやってそうそうそうこのままいくんだよねそしたら開くんですよこのマナトさんとシュン敏さんがまず開くんですまあこれずっとね同じ陣形でサビを終わるっていうのもちょっと寂しいので、えー、開いたっていうのもあるんですけどこの開いたことでこの。 今までですね大外一番外がレオさんと竜兵さんだったんですけど開いたことでこの五人後ろの5人が塊になるんですよね。でこのままリボルバーするわけです。回転するわけ。そうそこがすごいキュッと見えますよねこの開いたことでこの回転が。これ 開いてなかったらどうなってかったかっていうとうしなんか2人が止まってるように見えちゃうんですね2人この前の真菜さんと俊人さんが邪魔になっちゃうんですけど一回開いといてぎゅるんと回るっていうのがこう美しいそうねそう遊びつくせーのふんふんの動きに合わせて回転してけっていう感じですねそうでさんが て決めてそうこれリボルバーする意味としてはまあ竜兵さんを真ん中に持ってくるっていうこととこの俊斗さんと竜兵さんを離すことで俊斗さんがこう迎えに行くような形なわけですね。で竜兵さんは前に行くだけで OK になるわけ。これががさんが あの僕らから見て左側のままだったらあの涙の分で、えー、真ん中の方に2人で歩いてって一度立ち止まったかと思ったらまた僕らから見て右の方に行くみたいな二度手間なんか一回歩いて止まって一回歩いてみたいな感じになっちゃうんでそれを防ぐっていう手もあったんじゃないでしょうか。ね、ここで合流してて僕らからか見て右に行くみたいなストーリーリ性が 出てくるわけなんだよ、ねはい、そうそうで,こう行くわけで,すでその間に後ろの5人が陣取っとくっていう感じそうね2人で視線誘導をしといてその間に5人が左奥に行くわけですねここでなんかねこう距離を離すことでこう展開っていうのが面白くなってきますよね奥行きも出るしそう からのここからこの5人が何するかっていうと急いでこう真ん中に来るわけなんですよ。これがまた面白いんですよねそうでその間にジュノンさんがまた消えてですねスッとまあ漁きさんも消えてるんですけど3人の構成になってるわけ。でそしたらまた入ってきて今度は漁きさんね漁きさんが結構ねこの。 ソータさんまな人さんレオさんが後ろの方で踊ってるんだけどそっから割と涼樹さんが前の方からスーッと出てくるわけ。うん。このピントをねこうカットして出てくる感じ僕らのピントをこうファッといきなりカットして出てくる感じがまたかっこいい映像的にかっこよくなってますよね。で多分ライブとかだとどう,どういう立ち振る舞いなのかわかんないですけどここの。 ね、これ待ってる間何してるのかなっていう感じではあるんですけどこの映像的にはこの僕らのピントをカットすることでかっこいい映像になってるなーって思いますでそのまま3人でいきますねそう真ん中えう、ー、きさんうたさんん太さんっていう感じではいそれを囲む4人みたいな感じになってますはいそうでいつの間にかこれね この移り変わりは面白い面白いな竜兵さんが残ってスッと交差するようによくぶつかんないよねここらんねそうそうはいはいでこうやっていくわけウェーブして こののモーシムの画面だとわかんないんですけどこの六角形じゃないですか愛人さんは六角形で囲んでるんだけどこのウェーブその腕をね出す方向を、えー、斜め前にすることでこれレオさんが一番前というかトップになってくるんだよね。でレオさんから流してって斜めにこう伝わっていく最後ジュオンさんに伝わっていくような感じになってるっていうのが面白い。はい そしたらいつもよサビはやっぱりそうたさんってことでうんすごいですねはいここでねあのー、狭いなんていうんだろう三角形になってるんですけどここでやっぱ気づくのがあの前3人が身長的に言うとまあ170 前半の組ですよねで後ろが170後半から180前半だからいう状態なんですよト、ねまあ、さんが一番低いとはわけないんだけどあの3人がね低い組で低い組でもないんだよね173票っていう普通に、ね、高い方だと思いますけどもこの7人の中での、えー、高い組と低い組に分かれてるっていう感じですね見やすさみたいなところを計算したのかなとも思います。 そういやすごいわこれねここでまあ暴れまくってですねうんかっこいいってなるわけねそうで徐々に三角形開いていってここであの蒼太さんがあの勢いを出した後にマナトさんがこうスッと前に出てくるとあら不思議、えー、マナ奈トさんにから斜めに空洞ができてくるんだよねわかるかな 凌輝さん颯太さんがペアで竜兵さん俊敏さんがペアでジュノンさんレオさんがペアになっててその間に空洞ができてるっていう感覚そうでそこを誰が通ってくるのかっていうとちょっと予想できませんかねここでマラさんがスッとねぐるっと回ったらあら不思議もう道ができていてレオさんがここ通るぞってなるわけ。 面白いですよね。はい、通りましたとね、通るときにスッと開くわけ。うん、面白いです。はい、こっからですね、も、ま、う、あ、これも面白いんですよ。すいませんなんかね、あの劉備さんがこっからスーッと出てくるわけ。みんな背中向いてて、まずは劉備さんをあの浮かせるって感じなんですよね。劉備さんが歩き出したちょっと後に、ちょっと遅れるぞ。 劉平さんがまず目立ってから、それを待ってマナトさんがスーっと動き出す。劉平さんを見てる間にマナトさんがあのわざわざ後ろ行ってるんですよね。これねマナトさんだけ見てると変な動き方なんです。よ。変な動線あのわざわざ後ろ行ってからね前向いて前で行くからあの非効率ではあるんですけどね。これ劉平さんが視線を誘導してくれてるっていうことでマナトさんのこの不可解な動きが あの正解になっっててくるって感じ、ね、で龍平さんがいて真夏さんが前に出てくるでこの間にですね一人ね真夏さんの背後から忍び寄る影があるんですよねこれがシュントさんなんなですよ四川、ね、誘導のあの本当にコンボなんですけど龍平さんを見せといて真夏さんが後ろ行って真夏さんが まあ言ったら、シュントさん迎えに行ってるような感覚なんですよね。で、そのマードさんにちょっとついていくようにして、シュントさんが出ていって、シュントさんがスーッと出てくるっていう、このコンビネーション。美しい。ねお気づきでしたでしょうか。はい。からのですね、このまま、うん、セクシーな感じでいきましょう。そしたら、スッとジュノンさんが入って、シュントさんが、 横にずれることによってなんと六角形の中にジュロンさんがいるっていうような見え方はいここの大変面白くてみんなね右に向いてるというか僕らから見て右に向いてるんだけどえー、真ん中の、えー、ジュロンさんはちょっと左向いてるみたいなねこの構図がいいですよねうんジュロンさんができてここがねあのー いやすごいいなって思いました、えー、ここね面白いのが、えー、この立ち位置と割と難易度がメンバーによって分かれてくるんですよね。そう。これうきさんとうたさんが結構難しかったんじゃないかなって思っててまずうたさんはんこのなんて言うんだろうジュノンさんとマナトさんが。 交差するところをスッと通っていかなきゃいけないこのタイミング難しいですよね思いっきりぶつかりそうなところをしっかりですね真野さんとジュノンさんが通り過ぎるのを待っていくわけそうその後ろに竜兵さんもこうスッと入ってるんだけどねそうここの一つ工夫があって 一瞬右足を前に出してるんですよ。そう前に出すことによってマナトさんを早めに避けることができる。これ早めに避けてスッといくわけ。そう。っていうのが颯太さんの、えー、一つのテクニックですね。からの漁旗さん漁旗さんへ,んへん行くとこれ面白くて結構時間ないじゃないですかサビまで。時間ないんだけど。 竜兵さんが通り過ぎて俊斗さんがこう軌道を確保できたなとね動線を確保できたなっていうのを見てから良樹さんは飛んでるわけこの判断力ねでジャンプの着地をね間に合わせるっていうのはね非常にね焦るポイントだとは思うんだけどあのしっかりやってますよねすごいやはりソうたさんっていうですね もうサビは完全にソータさんのものですねうんこのままいきますよ最後までいった最後までこの陣形でいったで「へい」ってやるわけだへいっていう感じでここねすごい面白いんですよあのー、このさっきまでのフォーメーションから いわゆるレオさんがね面白い動きしててこのレオさん以外はソータさんを中心にこれ時計回り回っていくんですね。そうなんだけどレオさんだけそこを逆らうように反時計回りにスッと移動するわけですうんなぜかっていうところなんですよね。それはですねこの後の立ち位置の謎に、えー、かかってくるんですけど。 えー、ソーたさんが、えー、また真ん中になりですねよいしょとダンスを決めた後ですねこうやってまた今度は真ん中の3人がリボルバークルッと回転するわけですねで竜平さんが真ん中になって、えー、右に真人さん左に、えー、ソーたさんっていうのこういう三角形ができるわけですよはいここで完成するんですよね最後の立ち位置が、えー、どういうことかっていうと さっきは前の3人が、えー、この7人の中ではまあ身長低めの3人、えー、後ろの4人が、えー、身長高めの4人っていうふうに言ってたと思うんですけどこの場面はですね後ろの3人が1 8 0ンチ前後の、えー、3人で、えー、前の四人が1 7 0ンチ台の4人だったかな、えー、そういう分れ方してるんですよね。で ソータささんんとマナトさんはだいいいた同じくらいの身長ねここら辺のツートップのバランスがうまくできていてで俊トさんと涼樹、えー、さんがちょっと高いのかな3センチくらい高いんですけどちょっと外に置くことでバランス感、えー、が結構生まれてるかなと思いますで後ろの3人が、えー、背が高くて、えー、真ん中そして後ろを支えてるっていうような感じですかね そうすることで最後のこのバランス感。はい。全員で踊った時のなんかちょっとした安心感。左右対称感が生まれてってですね。最後左右対称の振りでバーンって終わっていくわけですね。ここの絵が美しいわけです。っていう感じですね。だから、この位置に行かせたかったから、レオさんはスッと半時計回りで、あの位置に、この位置に移動したっていうことなんですね。面白いですよね。 いやー計算しつくされてますねこれまあ実際は多分こう作りながらあやっぱりここ後ろ行ってとか、えー、いうふうにあできていくんですけどまあそれを経てですねこんなに美しい計算式になっていくっていうのがあの立ち位置面白いですよねどうやってその人がそこに動くのかっていうことだったりとかなぜその人が今そういう動き方をしたのかとかは結構意図がね 含まれているのでそれを見取ったりするとですね非常に楽しくなってくるわけですこのフォーメーションの世界ですね、えー、ぜひですねあのー、今度 mv とかダンスプラクティスを見るときはそういう目線もあると非常に奥深く思えてくるかもしれませんダンスって楽しいですねということで今回は実験的にフォーメーションの世界に迫ってみました え好評だったらですねまたやろうかなと思ってますんで面白いじゃんと思いましたら是非いいねボタンとそしてコメントをくださいそしてチャンネル登録もですね是非是非していただけたらなと思いますということでダンスのある世界を楽しんでいきましょうフィッシュボーイでしたーバイバイフィッシュボーイダンスコミュニティダンサリウム初心者でも何歳でも大丈夫みんなで踊るコミュニティダンスレッスントークオフ会もオンラインで ダンスのある暮らしを体験しませんかあなたの参加をお待ちしています